いやー疲れた、やっぱめっちゃ胸張ってる。どんな感じですか、腹筋見せてください。一回、いやもう結構痩せましたよ僕今。結構やばいっすよ。おい、やばいやばいやばい。うわ結構痩せたっすよ。マジ？うわー、これ体重なんぼなん？これでもまあ14とかありますよ。はい、上げて。はい、おーおい。はい、どうも山ちゃん。人は見かけによらんと言うが、見た目悪そうなやつはやっぱり悪い。よろしくお願いします。大体そんなもんでしょ。犯罪でもやっぱり最初ね、こいつ超かう言うたやつやっぱり 80% それじゃないからね、犯人。ということでやっていきたいんですけど、よろしくお願いします。はい、今日なんですが、また筋トレ企画ということで、まあ、週に1回ぐらい連投してるんですか、わかんないですけど、うん、結構最近すごい好評で、なんかもうグッズ出してくれとか、サプリなんかどんな飲んでるんですかとか作ってくれとかいろいろ言われるんで、はいはいはい、作ります。じゃあグッズ作ります。あ、で僕が飲んでるサプリはまたおいおい紹介していこうかなと思います。結構ね、あんまり動画では言いたくないようなサプリっていうか、確かに教えたくないっていうか、普通の市販のやつなんですけど、ね、教えたくないんで。で今日はタイトルにもあるんですが、以前やりましたベンチプレス、プロタンさんとの対決で100回上げるって動画やったんですけど、はいはい、でも視聴者も珍しいじゃないですか、本気のラファエルさん、この真面目な。大丈夫、やらせですから。はい、はい、何言ってんだ。なんですけど、今日もですね、またこのプラチナムジムさんちょっと来てます。まあこんな感じのジムです。なんですけど、今日はですね、前回ジャンさんの筋トレ動画やったじゃないですか、はい、やったんですけど、あんまり持ち上げられなかったということで、なかなかね、今回このマックスの重り、マックス、はい、何キロ持てるのか、あこれね、マックス値を測っていきたいと思います。マクシマムを測っていきたいと思います。ジャンさんで大体どのぐらいマックスいきますかね。マックスが1回です。1回40とかじゃないですか。それも音がやめた方がいいんちゃう。今回はちょっとマックスやるんで、ちょっと補助もいるんで、今回はちょっとね、プラチナムジムのプラチナムジムチャンネルの剛さん、おお剛さん、よろしくお願いします。ちょっと今回マックスの重りを上げていきたいんですけど、僕多分100は頑張っていけると思うんです。そうですね、久しぶりで、もうずっと動画1年前以来チャレンジしてないんですけど。ああそうですか。はい、どんな感じでやりますか。まず60上げてとか、そんな感じですか。そうですね、まあでも本当に個人差あるんですけど、はい、あまり疲弊しない方がいいんで、まあ、大体、まあ、5、6回ぐらいからスタートして、どんどん回数減らしていって、はい、若干神経がその重量に慣れてきたら、一番マックスちょっとバンって一発上げるって感じがいい。じゃあまずは最初60ぐらい。そうですね、まずアップでこれだけでフォーム確認して。なるほど、まあ、8回ぐらいやって。8回ぐらい OK です。そこからいきましょう。 OK、 じゃあ剛手伝って。何だねほんま、うるせえだな。よろしくお願いします。お願いします。これはフォーム確認ですから。そうですね、なんてことないですよ。でも100とかいけるんですかね。ちなみにプロタンさんってどのぐらいいくんですか。プロタンさん、いや200はいかないな。でもやっぱすごいやん、あの人。今の編集所プロタンは90しかいかないってやってください。お願いします。プロタンさんってどのぐらいいくんですか。プロタンさん90いかないな。でもやっぱすごいやん、あの人。これでフォーム確認。はい、これは乳首の方につける感じなんですね。そうですね、軌道は少し、はい、目の位置から胸にかけてちょっと反応環境な感じになります。まっすぐっていうのはちょっと斜めの運動ですね。なるほど。で自分の、まあ、乳首らへんトップバストのところに落としてきて、はい、トップバスト、おお、こんな感じです。なるほど、これは20キロの棒ですね。そうですね、 OK です。 OK です、ありがとうございます。で、60ぐらい。そうですね、 OK です。ロボットの方、お願いします。えボーッと見てないで。ロボットの方、ボーッと見てないで。60ですよ、60、一番下です、一番下です。ボーッと見てない、何をずっと後ろでこの1000人みたいにずっとこうやってる。え、今日1000人見に来てます。えみたいな感じで。ロボット当てた方がいいかな。いやいやいや、はい、ということで20キロつけての、このバーということで、さっき剛さんが言われたんですけど、はい、前回僕もちょっとつけたかつけなかったってあったんですけど、このミッキーマウスのミンみたいなやつ、うん、これはね絶対つけた方がいいらしいです、はい、ちょっとでも間が空くとなんか、そうですね、重心がかかってるんですね。そうですね、あ、はい、じゃあこれ絶対あった方がいいんですね。そうですね、重心変わっちゃうんで。これもともとミッキーマウスのミンが始まるって本当ですか。いや、全然知らないです。筋トレガチな人って結構真面目やねん。今のリアクションで分かると思うけど、そんなわけないやんか。100歩譲ってウサギでしょ、この向きで言うとね。それ真面目なんですよ、筋トレしてる人はね、はい、冗談聞かないんですよ。いいですか。はい、行きましょう。これ何回ぐらい行きましょう、剛さん。これは5発行きましょうか。5発、はい、5発、じゃあ5発行かせていただきます。お願いします。
よし、わあ、重い、1、2、2、3、4、5、6、重い、60キロ重い。すげー重い。これ普段こういう100とか目指すっていうのは、こういう筋トレフォームあるんですか？普段なんか何十回ってやるだけなんですけど、60を。徐々にやっぱり重さ上げていかないと、神経系って言ってまた筋肉とちょっと別の話になっちゃうんですけど、その一気に、まあ例えば、ちょっとその話長くない？ちょっと長いかもしれない。強さんのチャンネル見てください。概要欄貼ってるんで僕のチャンネルで説明しません。ほんまあるよ。次は何キロ入れましょうかね。じゃあ次10プラスでいきましょう。 OK、 じゃあ一気に80キロです。おすげえな。80キロです。ちゃんと奥までね。はい、それをちゃんと痛いって言われないよね。大丈夫、優しく OK です。お、強さん笑った今。笑ったね。強さん笑ったぞ今。いただきました。笑ったぞ。こういうの弱いっす。いきます。80何回いきましょうか。これをこれ2でいきましょう。うわー、俺久しぶりやからな、ほんまに。イッサン、アングル大丈夫やね。ここ映った方がいいね。こういう感じで、ここが、あ、こっちか、どっちかが、そういう感じ。なんか遠すぎて、あ、ボケないんですよね。え、なんないんですよね。あ、でもできない。ラックアップ一緒に鋼鉄なんで。あ、オッケーです。そっから、そこまでいきましょう。でも、上げてるなんで、引き気味でもいいけど。いい、喋っていい。はい。お前らアホな。何をぐちゃぐちゃぐちゃって喋ってる。ねえ、こっちは真剣やけどね。準備待ったんですよ。何をそんなアングルどうのこと言ってる。終了で。ほんま、そんなもん。いきまーす。はい、OK、はい、です。はい、チップ。はい、もう一回。おー、 OK、 いいですね、素晴らしい。おこれ、今の感覚で言ったら全然100超えますよ。マジ？全然今85の2回で今の感覚だったら。マジっすか？全然いけると思いますよ。追い込み方がやっぱあれやな、チャーム俺と。そういう意味で言うと、うん、俺は100でもこう、もう100が怖いもんな。どうなるか分からんすから。100ってでも怖い。こっからっすね。こっからっす。何キロつけましょうか。こっから、5プラスして90いって、で90一発、こっから一発ずつで。うわー、すごい。一発ずつや。オーバーみたいなもんやな。一発ずつやな。世界中に、なあ、あ、おい、俺はアップせよ、俺はアップせよ。オーガの話してみよ。俺のアップせよ、くそ。俺で今90という重りがついてるということで。はい、すごい。もうガッチリですね。やばいな、これ。これやばいよ。ですか？90。いけるかな？いけるかな？いかつ。いかつよ、ほんま。いかつ、3人いける。もうあとは持った時に、はい、重いなって一瞬でも思わない方がいいですよね。おー、かっこいい。ちょっと待って。いやいやいや、でも持ってたっけ。メンタルがすごいな。メンタル持っていけたすごいな。重たいでしょ。でも重たいと思うな。わかりました。一発目が軽いと思いましょう。行きました。行きましょう。じゃあせーの、はいはい、行きます。はい、はい、チップ。はい、ゆっくり戻して OK。 あー、すごい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 よ。これ90でしょ。だってうわー、うわー、もう重たい。休んでんの？休んでんの？これも5と10、1ペン取っちゃって、で、20も1枚つけて。うわー、いかつい。その絵はいかつい。その絵はいかついぞ。これで21分つけるんだ。いかついなぁ。もう1個だね。あるでしょ。全然話聞いてない。いや、どれがどれか、どのサイズかわかんない。必ず見分けするんですよ。俺、ジャンクなんだ。言い訳集だけで動画1本作ったのかな。いかついよ、ほんまに。必ず言い訳するって動画。全然言い訳じゃない、説明だろ。悪い癖なんですよ、自分悪くないって言いたい。悪い癖なんですよ、ほんまに。これいかつい、ほんまに。もうこれはいかつい。ここからですね。これは1年ぶりぐらいに見ました、この絵を。あのヒップホップの方の車のホイールですよね、これ。こんなホイールありますよ、ほんまや。ヒップホップの方の車のホイール、こんなになってるやつありますよ。片側だけ止まってる時にずっとこうやって回ってるやつ。そう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 。ほんまや。いい加減しないと怒られるな。これ100か。重いと思わないことですよ。いきましょう。はい、はい、よし、いきます。はい、上げて。はい、戻して。おー、素晴らしい。うわー、やば。ほん
これどのぐらいいけるんですか、ね、あとはどのぐらいずつチャレンジするもんですか、ね、もう、5キロ刻みぐらいの方がいいですね。100超えてからは、でも今の感じだったら110とか全然いけると思うんで、一気に、まあ普通に5キロずつどんどん足してって5キロずつ足しましょう。で、いった多分ラーパーさんの感じだったら110以降は 2.5 ずつプラスして本当に5キロ刻み、本当に総重量の5キロ刻みぐらい。なるほどなるほど。じゃあ一旦5キロだけ出してください。そうですね。で、計10キロ出すということで、110キロこれもう僕の中で未知です。未知の領域ですね、これほんまに。5です。初めて河川敷の方でね、モザイクなしのエロ本を見た時ぐらい未知です。それが正しいかどうかも分からない。初めてすぎて親に帰っても悪いことしないのになんか親と顔がしにくいっていうね、あの気持ちになってます。今未知です。面白いそれは。懐かしいでしょ。懐かしいでしょ。だって懐かしいですね。懐かしい。河川敷もよう思いましたな昔。あかんだおい。そんなノリで言うな。いやこれ100超えてからが本当にカメなんで。おーうわーこれかっこいいな。いやほんまに。これでもほんまに失敗する可能性あるんで頑張ります。とりあえずツバを落としたいです。見えますか。それ、この間の動画のやつちょっと昔俺が憧れたやつその感じのプレイを BBB も行きます。行きましょう。いや、マジで行きます。もう気持ちからここから入ります。行きます。はい、キヨシさんついてるから。よっしゃ。はいはい、ここから上げる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 。素晴らしい。ギリじゃん。あかギリギリダメでしたかね、あれは。いや、全然 OK です。あれいけたでしょ。全然いけました。高いんじゃない。もう本当に、触れるか触れてないかぐらいだったんで。やっぱ全然 OK です。全然 OK です。うわ、やっぱソフトタッチや。夜もソフトタッチや。なんでなの。ソフトタッチ早い。触れるか触れへんか。もっとガッと来てほしいね、こっち側は。うわ、きっつー。いや、素晴らしいですね。でもあれ限界やな。もう、5キロ、総重量5キロ増えたらもう無理だ。多分無理でしょ。でもここが、今の現代で言うとここがマックス。マックスでいいじゃないですか。なるほどなるほど。でも1年前より10キロ飲む、100から10キロ飲む結構すごいですけど、ね、マジっすか。久しぶりにやった。結構きついわ。110。これは今後この上げていきたいとなった時は練習方法としてもやっぱり補助ついていただいて。そうですね。スケットって忍者みたいに言ってること俺補助ついていただいて、まあこれのまたちょっとずっと上げていくみたいなことをただ繰り返すだけですね。そうです。なるほどなるほど。こうやってどんどん神経系発達させていって、はい、また重い重量持つのと筋肉でかすのはまた別なので。うわ、神経系って言うんですか。そうです。神経をもう全体的に、なんて言うんですか、ね、あ、これ長くなっちゃうんで。わかりました、イラッとした。あ、こいつみたいな感じ。わかりました、イラッとした。そうです。スピードですからね、もちろん。なるほど、わかりました、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。チューさんチャンネル買ってるんで見てくださいね。あ、ぜひお願いします。はい、ということで終わりましたけど、100キロ行きました。きっつー、やばかったですね。すごいゆっくり来たじゃないですか。1000人、お疲れ様です。お疲れ様です。俺110行きましたよ。110こんな感じで、まあもしかしたら115ぐらいワンチャン筋トレした後だったんであれですけど行ける可能性あるんですけどね。すごいね。いやー、これは結構やっぱ一人では絶対できないんで。危ないよ、まあ、危険なんで、うん、でこっちもありますからね、こういうのも、うん、これやったらスミスだったらここがすぐなんかあったらキュッて変えるだけなんで、ここ。ああ、なるほど。これもありますんで。いやー、疲れた。やっぱめっちゃ胸張ってる。どんな感じなんですか、腹筋見せてください一回。いや、もう結構痩せましたよ僕今。結構やばいっすよ。おい、やばいやばいやばい。うわ、結構痩せたっすよ。マジ。うわー、これ体操なんぼなん。これでもまあ14とかありますよ。バッキバキやん。うそ。でもこんなんやけど、今から今日検証するのは、はい、見てください、こちら。誰が可愛い女の子が使ってるドリンクホルダーか当てていくやつやっていきたいと思います。めっちゃキモいやん。めっちゃキモいやん、企画。ルールですね、これを口つけていって誰が一番この味、うん、この子が一番可愛いんじゃないかって言うんで、一番可愛かった人が勝ちです。何がおもろいやん。BB なんでサバゲーなんですけど、柴田さんチームプロゲーマーです。柴田です。レペゼン地球に負けた腹いせにラファエルをきっとんぎっとんに。あそこ柴田さんいる。柴田さん、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 嘘だ。これ誰だか、あんの。もう一戦だけお願いします。お願いします。どうしようか。頭が高いかもしれない。これぐらい。Thank you.
ガッシュやったぞーシャー3人やったぞ俺俺は死んだけどフラグを取ったってことでいいんじゃないかな